はい、どうも楽しい時間の時間ですよ。はい、暖かくなってきました。暖かくなってきました。やりすぎです。本日もやりすぎ。めちゃめちゃこ明るすぎて僕は自分では見えておりません。何がどうなっているのか分かっておりませんけれども、どうでしょうか、うまくいくんでしょうか。やることいっぱいなんですが、外で弁当ぐらい食べてもいいだろうということで抜け出してきました。飛び出してきました。許してください。それだけ許してください。デリカパクパクさんです。デリカパクパクさんです。専属の方です。こっちの方がでっけえアジフライ売ってるんで来ました。ドンキホーテのすぐ近く。あっちのデリカパクパクももちろん美味しいです。ごめんなさい、余裕があるでしょ。美味しいんですけど、専属の方がバカでかい、アジフライを売ってるんですよ。バカでかいの。あー鼻が。なので専属の方に来ましたということでございます。こうです。あたすって言います。自転車のカゴに、自転車のカゴに置いて、さあお久しぶりのデリカパクパクさんの専属の方のお店いただきます。うん、うんうん、いいね。これで500円は、全部で800円だった。まあいいや、唐揚げ欲しいわ。唐揚げ欲しい。スターだね、唐揚げは。ほんとスター。何か分かんないわ。鶏胸肉ですね。特に唐揚げ、鶏胸肉、うまいね。飲めば、これでいいんです。もうちょい来たか。危ねえな。角度だけ変えたかったけどダメでした。悪い方向に行きました。悪い方向に行っちゃいました。あとすげえ鳩が。いや、これもすげえ。寝る寝る食べない、寝る寝る食べた。そういう時間か。豆腐のやつ、厚揚げの、あー美味しい。
かこの文字で。はい、行こうか。これが食べたくて、これが食べたくてこっち来たんですか。あ、あったかい。今日のいいよ。関係ないゴミを拾ってきました。もうついでなんで、鳥つくねのやつ。これエビカツらしいですよ。入ってたのか。マジか。マジか、マジか。うん。肉の腹まさいね。ちょっと見に行こうと思って。それで出てきたんですよ。食材その流れです。なんか面白いのないかな。あとあれをこれにしたらどうでしょうかとか、そんな見に行く。最初はグー。僕たちの頃もそうでした。ちょっと話したけど、どんぐらい前なんだ。
大人か子供か分からんと思う。近くで見れば分かりますよ、そりゃ。さすがですね、デルトパパさん。自分のものも余計なもの買っちゃうんだよな。お店のあれじゃなくて、ちゃんと会計分けてますから。これなんかも経費でどうのこうのじゃないんですから、これちゃんと当たり前だけど、自分の方でやってます。自分の方で。時間をちょっとずつ無理やりでも追いついてないんだけど、これだけで違いますよ。本当にこんにちは。ということで、このわらびんちゃーから元気をもらいましたよ。子供たちから元気をもらいました。
銀杏拾いついでにタバコのポイ捨てのゴミを拾っておられるね、お姉さん。80代ぐらいになるんでしょうか、素敵ですね。銀杏拾うだけじゃないわよと、ゴミだって拾う、誰だあんなとこにゴミをバンバカバンバカぶん投げてる、タバコの吸い殻を。タバコを吸うのはね、僕だって吸ったから分かるけど、ゴミのポイ捨てしたことないよ、タバコの吸い殻。そういうもんなんです、人間っていうのは。自分ができてることは人に言うんです。自分がちゃんとやってることはそんなことしてんじゃないって言うんです。何の話ですか、旦那さん。ということで、お久しぶり、デリカパクパクの、専属店の方のあのガッパラでっかいもうアジフライを求めて、そしたらもう贅沢にいろいろやりすぎたやつ、今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした、ランパーちゃん。